よしさん、こんにちは。私の銀行口座、1000円になってしまいました。今日ね、改めて全部、えー、SMBC の方に移しまして、みんなの銀行の方は、空っぽにしたんですよ。えー、昨日の売り上げが1000円だったんで、えー、これ1000円だけ入ってます。これを移動します。はい、ありがとうございました。はい、えっ、ー、と、私の場合はね、折り返し地点ですね。今月中に上限30万に行く見込みですけども、もしかしたら、 うんちょっと残るかもしれないまあいずれにしても9月にはもう30万きっちりゲットすると思いますあの本当に日々ねコツコツやることによって1,000円を300回でしょ300人の方に1,000円をまあ分配するうまあね寄付だと思ってやっている感覚まあそんな寄付みたいな感覚はないですけどもまあぶっちゃけ自分が欲しくてやってるんですけどもあとねこれ上限30万じゃないですかどんなに頑張っても30万以上稼げないですよね うん、だから30万に行かないのはすごくもったいないなと思うんですよ。これが無期限でやらせてもらえて、しかも30万の上限がなかったら、私のキャッシュポイントが新たに1個生まれたみたいなことになっちゃうんですよね。例えば、毎月毎月これで10万円前後私は稼ぐことはできるんじゃないかなと思いますし、それ用の、まあ、あの、情報発信活動しますからね、このみんなの銀行目当てで。だから10万円、 月間で稼げるキャッシュポイントを1個プラスアルファすることができますんで、年収は120万円増えるということになります。えそしてここから話題が変わるんですけども、私まあ40代後半、48歳なんですが、吉田さんももうすぐ40代になるじゃないですか。なんと現時点で40代の全体の4割が20万円以下らしいんですよ、手取りが。これちょっと怖くないですか もちろん所得がゼロの方はこの中に入ってないというふうに聞いてますけども40代のね2人に1人になりそうなそのぐらいの40数パーセントの確率で手取りが20万以下ですよだから手取り14万とか手取り8万とかいると思いますけども,もうそんなんでどうやってこれからのね人生設計組むんだとかね老後2000万円問題どうやって立ち向かっていくんだってこれ私あの一言じゃないような気がするんですよ なぜなら私は10年前、8年前ですか。借金3000万以上ある麻雀店の親父でしたからね。まさにどうするんや俺みたいなとこですようん。だから本当に私はね、そういうところにいたんで余計思うんですけども、もう40代も終わって50代に入ろうとしてる。50代が終わったらもう60っていうね、老後の準備をしないといけない時ね入るわけですよ。で、その途中では考えたくないことですけども、おそらく多くのね、肉親との 私別もあるでしょうその時に、例えばね、吉田さんみたいにお父ちゃんに便使ってあげたとかね、なんか小遣いあげたみたいな思い出があればまだいいですよ。でも、いつか父ちゃん母ちゃん楽にしてあげるからねと、いつか借りたお金返すからねって言って、それができないまんま見送ってしまうとかね、まさにお墓に布団をかけることはできないわけですよ。だからね、時間が本当にないってことを、 私は強く言いたい。だから、みんなの銀行も、あれですよ、もう1ヶ月半やってるわけですよ。で、10万ぐらいは稼ぎましょう、このみんなの銀行ってね。10万稼げないってことは、もうビジネス、もうできないってことだと思った方がいいのかなと、私は今回思いましたけどね。吉田さんどう思われますそれでは行ってらっしゃい。